え皆さんこんにちははじ、えー、めましての方そしていつも応援してくださってる皆さん、えー、改めましてギーラー役を務めさせていただきます田野あさみです。あのーもう来たなと きっと多分みんなこう舞台化するだろうなって予想をみんなしてたと思うんですけどこれが決まった時にあの違う現場でちょうど舞台をやってましてそしたら普段その率先してやっぱりスタッフの皆さんって話しかけてくるっていうことはあんまりしないんですけど突然田野さん 7つの滞在出るんですよねってもうスタッフさんたちも言うぐらいやっぱりこうなんだろう年齢問わずそして男女問わずに愛されているその7つの滞在っていうものに出させてもらうっていうことがもう本当にありがたいしあとまあ出るからには絶対もうギーラを全うしてこれでねやろうっていう気持ちをもう本当に思ったのでもう嬉しい以上の言葉があるならそれを探したいぐらいだと思いました。 あのオーディションの時に、あのー、その場でこの原稿読んでくださいってそれがギーラだったんですけどそ,のそれを見た時に本当はオーディションってそんなに動いちゃいけないと思うんですけど自分の顔を見せなきゃいけないのにもう回転しながらこうレイピアを突きつけるこうポーズをしながらやってたので自分の中で、あのー、ギーラをやりたいっていう気持ちもそうですけどなんかこうリンクするものがあって決まった時はもう本当によっしゃーっていうふうに思いましたね。 原作の本まずもう本当見た目のパッて見た時にあのなんて言うんだろう背拍子って言うんですかあの本棚に入れた時に見えるところが一連に一個ずつ揃えると絵になるんですよそういう楽しみからなんかこう一つ一つがこうなんだろう集まってってやっと一つの絵になるじゃないですけどもうそれがもう。 7つの大罪を表しているというかこう一人一人集まってってそれを探すエリザベスがいたりだったりとか、まあ、本当に個性豊かなキャラクターが多いので、まあ、それももちろん魅力ですけどなんかこう主人公の男の子がこう誰かを探して旅をするっていうものはこう私は見たことあるんですけどなんかちょっとか弱いエリザベスのようなそのお姫様が。 こう一人一人結構難しいやんちゃな、ね、キャラクターたちだけどそのキャラクターたちの心を動かしていってこう一つにさせていくっていうそのストーリーが私はとっても素敵でなんかこういいキャラクターたちがエリザベスについていくっていうのがとっても魅力的でなんかちょっと滞在メンバー羨ましいなっていう部分も正直ありますけどあの私はギーラを全うしてこう戦いたいと思います。 私最初そのオーディションを受けますってなった時にマネージャーさんに「えこの役やりたい」って言ったのがゴーセルでもあ、それ多分ね男の子がやるんだよねって言われて「あダメだ」みたいになったんですけど直感で最初見た時になんかそのこのの子やりたたたいっって言ったのはゴーセルでしたね、はい、なんか多分そのミステリアスというか中性的プラス得体の知れない感じっていうのがやっぱりその先生の絵からも多分出てたって っていいううだと思うんですよねはい、漫画をこう読み進めていく時にやっぱりドキドキするじゃないですかもう改めてもう一回見てギーラーってどんな感じで最初出てくるんだろうと思ったらあのー、とんでもないことをする人だなってもう死,死んでから来ましたみたいなそんなことを生きてる中では絶対にないしやっぱその。 アニメだったりその舞台ならではでできるそのセリフだったりとかもそうですけどあのー、私が思うのはギーラはちょっとね強いふうに思われがちですけどやっぱりその一つのことに向かって進んでって弟思いのその一途な気持ちがゆえになんかちょっと違った方向に行ってしまったっていうのを感じた時に私もやっぱりそのギーラを演じさせてもらう。 7つの滞在のザ「t ステージに出させてもらうっていうものでは一つのものに向かって突き進んでいくって気持ちは一緒だからそこはすごい共通する部分はあるなと思ったのとやっぱりその1つを胸にギーラと共に、えー、と東京大阪とあの一緒に住んで生きていければなって思いました私が多分7つの滞在の魅力を語るってうよりももう私が語る以前にもっともうファンの方 多分今私が勉強している中で自分が知っているギーラのことだったり七つの滞在のことよりももっともっと知ってる方がたくさんいるしファンの方ももちろんそうですしその先生が帯でその皆さんが言ってくれるそのメッセージだったりとかその写真の絵を描いて後ろのページに投稿してくれるのを送ってくれるそれを見て。 頑張れますって書いてるのを見た時に私たちもそうだなと思ってその舞台を見に来てくださった方が手紙をくれたりなんか絵を描いてくれたりそれを見て頑張れるっていう気持ちがあるんでなんか勝手に先生とも「ですよねですよね」って思ったんでその先生が頭の中で描いたものをその原作として描いたものをなんかこう私だけじゃなくってキャストのみんなと共有してなんかこう。 よりなんかこうそれをもっと膨らんで人間がやる意味というかなんかそういうのがさらにいいようにプラスされたらいいなと思って。 えと7つの滞在、ザステージに出させてもらうということは本当に、えー、と嬉しいことで、えーと、劇場に多分来てくださる皆様も、あのどんな感じなんだろうって、ドキドキしながら、えー、と階段上ったりして来てくださると思います、えー、と私もあの正直、ドキドキはないって言ったら、本当、嘘になるんで言っちゃいますけど、ドキドキしてる気持ちもあります。ですがななんだろうな ギーラの技じゃないですけどあの気持ちを爆発させて、えー、と劇場で皆さんに、えー、届けられたらなと,なと思いますぜひ劇場でお会いしましょうお待ちしてます